それは？気にしないでください。そうか。いや、しかしすごいな。3日はかかると思ってたんだけど。あ、3日もかけてよかったんだ。そんな、身を削って頑張ったのに。確かに制限時間は伝えてなかったね。すまないすまない。よし、では。あの、ん？もしかして、この試練の意味って。さあ、なんだろうね。単なる嫌がらせか、あるいは高度な嫌がらせか、もしくは嫌がらせかもしれない。嫌がらせしかないじゃないですか。いい顔になったのもいるが、明日は2つ目の試練を言い渡す。今日はおしまい。私も忙しいからね。解散。すごい勢いで帰らせようとする。ほらほら、段ボール運ぶ台車は用意してあげるから、あとお土産にお菓子をあげよう。戸棚の上にだね。その段ボール足場にしていいかい？人が入ってるんですが。で、はぐらかされちゃったと。というより、答えを言ってくれるつもりはなさそうでした。そっか。僕、ちょっと行ってくる。待った待った！言うまでもないけど、どこ行くつもり？邪魔しないでほしいって。そんなことだろうと思ったけども、こんな時間に生徒会室行ったって誰もいないからね。じゃあ、部屋。本当に行くの？つづりが、あの人の部屋に？今日の小杖先輩はどうでした？いやー、上がったり下がったりかな。少しでも熱が下がってくるとすぐ、そろそろ練習できそうね、とか言い出すから、ベッドに縛り付けてやろうかと思ったよ。あちゃー。でも、間に合ってほしい。まあね、小杖だけいないとかありえないしね。めぐちゃん。ん？じゃあ、こんなことしててごめん。え、こんなことっていうのは、ステージ許可が下りないって話？そう。何考えてんだろうね、あの人は。私にもよくわかんないよ。昔からそうだったけどさ。それは、生徒会長がスクールアイドルクラブにいた頃の話ですか？そう。いろいろ助けてももらったし、お世話になった恩もあるし、事情があったのもわかるけど、それでもどうにもならない気持ちっていうのはあるしね。また勝手にこっちの方がいいんでないかい？とかよくわかんないこと考えてるんでしょ？めぐちゃん。いろいろあったんだよ。いろいろね。わかったよ。ラブライブ予選は、メグちゃんのリベンジなんだ。絶対に邪魔させない！そうですよ！必ず許可をもぎ取ってきます！ま、そうね。小杖の復帰もあるし、みんな頑張らないと大変だぞ。私たちの目標、なんだっけ？はい、リーダー代理さやかさん。全員での予選突破です。そういうこと。ま、だから、特にさやかちゃんは頑張ってよ。はい。多分、生徒会長の言いたいことについては、私はある程度答えが返せるんじゃないかと思っているので。マジで？じゃあ、ルリだけじゃん。ルリがメグちゃんのリベンジに足引っ張ってんじゃん。ああ、いや、その、それで合ってるかはわかりませんから。助けてくれ。ルリがお荷物は嫌だ。さっきまで段ボールとして運ばれてたけど、
そういうことじゃないやい。もちろん協力するからね、ルリノちゃん。おう、持つべきは友。あれ、このお菓子。あ、はい。さっき生徒会長にお土産でいただいちゃって。腹立つ味。